でね、今皆さん、なんか有名な地下アイドルなのか普通のアイドルグループなのか、まあ、どっちかわからないんですけども、悲劇のヒロインシンドロームっていうアイドルが急に解散になって、で今炎上してるらしい。それで、うん、で今回その件について触れていきたいと思います。まあ、皆さん、まずこの悲劇のヒロインシンドローム、まあ、この有名なアイドルたちがいるんですよ。もう可愛らしい女の子たちがね、もうキャピキャピしてめちゃくちゃいいアイドルなんですけども、まあ、このアイドルグループが、まあ、突如ね、まあ、コロナとか、まあ、なんかそういうので、まあ、休止すると、うん、でいつでも帰ってきますから、あ、てか絶対帰ってきます、皆さん待っててくださいみたいな発言をしてたんですけど、その発言をした後にもうメンバーの一人が脱退するって言って脱退しちゃったんですよ。で脱退した後にですね、もうなぜかいきなり解散発表と、悲劇のヒロインシンドローム、まあ、解散のお知らせと、日頃悲劇のヒロインシンドローム応援していただき誠にありがとうございます、この度4月23日昨日ですね、もう解散させていただくことになりました。一時活動休止中にこのようなお知らせになりましたことは誠に申し訳ございません。メンバーこれまでの、もうあのもう感謝をし、まあ、敬意を表したいと思います。約2年間悲劇のヒロインシンドローム応援いただき皆さん誠にありがとうございましたと、戻ってくるって言ったのになんで解散なんだ、しかも戻ってくるって言ったのになんでメンバー一人脱退してんねんっていう、もうこれでもうブチ切れと、リスナーさんがツイートしてたんですよ。なんか運営に対する不満みたいな感じ。両親の運営が犯した罪、もともと物販の販売を遅らせたり、グループやメンバーの名前を間違えたりなど、グダグダ運営で、こう、もうめちゃくちゃ迷惑かけると。うん。で、コロナが理由で突然の活動休止、必ず戻ってくるという、もう運営が出した映像には、2年間ありがとうございました。コロナが理由なのに同じ事務所の妹グルは遠征を含めたライブを行ったり、シングルが複数できるなど、辻褄が合わなくなる。だからヒロインの、シンドロームはなんか普通にコロナで休止するよって言ってんのに、なんか他の妹のグループとか他のグループはなんか普通にライブしたりとか、まあ、あとなんかガンガン新しいグループ作ったりとか、もうそれで、え、じゃあ休止な何だったのみたいな、コロナでみんなのためにって話で何だったのみたいな。で、まあ、ここでね、メンバー一人が脱退を発表、卒業はまさかのメンバーが一人ゲストで呼ばれるのみ全員で行われないことが分かる。一人ゲストだけ、まあ、普通卒業ライブとかのやつって普通だったらメンバー全員集まってうわーってなるじゃないですか。もうそれがない、もう一人だけ、もうなんか不仲か、ね、なんか闇感じるんだけど、めちゃめちゃファン目の開催が決定するも7人中3人は不参加。何があったのねえ。で、あるメンバーのツイートでマネージャーがメンバーからお金を借りたまま返していないことが発覚。解散、メンバーの貢献に、敬意的な文が発表されるもメンバーのことを財布としか思ってないと話題に。この間メンバーは全く SNS に浮上しなかったり、自殺未遂をほのめかすストーリーを載せるなど明らかにメンブレを感じられたと。で、メンバー一人が追記してたんですけど、もうスクショしてた人がいて、こちら、事務所だけが悪いと思ってる。オーマイグンネス、何があったんですか一体。岡崎マネージャー外してください。2時までお金振り込んでください。岡崎と私接触 NG で二度と会わないようにしてください。こっち一人として昨日絶対飲まなきゃいけない薬があったのに、何になるか無理みたいに言われて、それ説明しても舐めた態度でごめんしか言われなくて、カニ借りていつまでも返してないのも悪いと思ってないし。これ本当のやつ？暴露されてない？うん。この度は大切なお知らせがございます。私たち悲劇のヒロインシンドロームは3月6日をもちまして一時活動休止とさせていただきます。理由といたしましては、現在新型コロナウイルスの影響により思うように活動ができず、ライブでも入場制限や声出し禁止など遠方で会いに来れない方々、近くにいても会いに来れない方々がたくさんいて、100% 私たちの思いを届けることができないと思い、一時グループ活動を休止させていただくことといたしました。ですが今の私たちにできることは全力でやっていき、この活動休止期間に立ち止まらずにさらにパワーアップして戻ってまいりますので、この活動休止を後ろ向きなものではなく前向きなものとして捉えていただけると嬉しいって言ってんのに解散してるからね。また SNS や個人での活動 YouTube は続けていく予定です。前向きって言ってたのに。必ず私たちは悲劇のヒロインシンドロームとして戻ってくるので、皆様それまでお待ちいただけると嬉しいです。戻ってきてない、解散しとるよ。そして休止前のライブを急にはなりますが3月5日新宿ブレイズさんにて行わせていただきます。詳細は
ヒロシンの公式ツイッターにて後ほど発表されるのでツイートをご確認ください、うん、2年間悲劇のヒロインシンドロームの応援本当にありがとうございました。2年間ありがとうございました。となってしまいますが、これからの悲劇のヒロインシンドロームも応援よろしくお願いします、うん、以上私たちが悲劇のヒロインシンドロームでした。これでとなんか匂わせとるのありがとうございましたわ。いやどうなるんだろうね。でも俺の予想多分運営から説明なんもないだろうね。もう解散した終わりだと思う。だからメンバーが運営の暴露するかぐらいしかないよね、うん、この闇をやるんだったら。でなんかこのツイートもね、なんか意味深じゃないですか。事務所だけが悪いと思ってるみたいな。これもいやこれもちょっと怪しいから、下手したらメンバー内でも何かあったのかもしれないよね。ポケガメは俺あの子好きだったよ。あのシンドロームアイドルグループで、いやこの子可愛いなみたいな。あーでももう解散でしょ、もういないんでしょ。いやまたどっからアイドルやるんですかね。僕がねにわかっぷりを晒したので、多分、めちゃめちゃファンに叩かれると予想します。